年越しそばを食べたらいいというものなので食べていきたいと思います。彼氏と神社に来ました。お越しということで神社の方に行きたいと思います。大晦日乾杯。はい、やばい、皆さんカウントダウン10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なんと今朝の5時です。今から飛行機で沖縄に向かいます。その前に年越しうどんを食べます。じゃんじゃじゃーん、いただきます。髪どうなってるんこれ。おはようございます。今日は元旦1月1日です。今日は朝から家族のみんなと一緒に大見神宮に行って、その後ショッピングをする予定となっております。今日の朝からやばかったんやけど、声がサガサすぎてほんまにやばい。ちゃんと加湿器炊いてんねんで、ホテルで。私声がサガサですけど楽しんでやっていきます。レッチゴー。大見神宮に着きました。この階段を登らな無理だし、ちょっときつい。なんかこれカメラ映ってないけど、ちょっと小雨降ってんねんな。最悪。なんか一人で来たみたいになってるけど、ほんまに家族いるからな。やばい、なんか初詣テンション上がんねんけど、マジジグジグ。靴ミスすぎ。参拝者が多くて大行列。すごい出店の数々。やばい、こういう雰囲気めちゃめちゃ好きなんやけど、テンション上がる。初詣って感じ。すごい人の数が。でもなんか滋賀県って多賀大社とこの大見神宮が結構メイン。それは人も多いよな。でも楽しみ。でも神様見てくれてるかな、こんだけ参拝者多いけど。お願い事するとき結構心の中でアピールしやな。見つけてもらえなさそう。これワンちゃん、あんたに入れ替わったこと誰も気づいてないんちゃう。参拝してきます。いちご大福食べたい。おみくじ引いていきます。あ、もうすぐ出てきた。27。この番号を伝えに行くみたいです。さて、果たして私の2024年の運勢はどうなるのでしょうか。せーの。おー、大吉や。すごい。願望、吉運ですが叶わぬことあり、ご祈念しましょう。願ったら叶うみたいなことかな。あ、皆さん待ち人、来ても楽しみ少なし。待って、私大吉やんな。恋愛、人に妨げられるが神様のお助けで結ばれます。お願いやから妨げるやつほんまに殺すよ。なんか大吉以外はくくるって言うよね。はい、じゃあ参拝とおみくじ引き終わって、無事運勢も分かったところで、今からみんなで家族でショッピングに行ってきたいと思います。沖縄に来たら必ずポータマを食べるんですけども、もう2つ食べ終わってますので3つ目食べます。食いすぎ。いただきます。私たちのお気に入り、このバルコニーはお風呂を入りながら、オーマイガー、この景色だー。やべやじゃ、ほんまに化粧しよう。じゃ、もうこんな旅行の時ってさ、化粧だるいねんな。もうずっとすっぴんで過ごしたくなんねんけど、さすがにそれはもったいないから化粧しようかな。
します。待って、バリ漏れてるくない？メイク。あげあげなんですけど、あ、可愛いんですけど、嬉しいんですけど。ただいま。いらっしゃーい。バボバン、シーダークレイジーワン、ゴーインエイプシットダウン。すごい。ニューイヤー。なんか玄関からすごいけど。そうなの、頑張って作ったよ。大好きな沖縄の絵。そう。すごいね、本当に。これはママが作ったんだよね。和のコーナー。これもママが描いた。ママ描いた。すごすぎ。ちなみに私のお母さんもフラワーアレンジメントをしています。どうぞ。お邪魔します。どうぞどうぞ。今回は家族と過ごしているので兄もいます。久しぶりです。久しぶりの登場ですね。で、クリスマスの残骸これ。これすごいね。ぐるぐる電車もあるんだよ。これすごい。こちらは実家のカメでございます。レッドです。ちなみに女の子。レッドって誰もいる人です。カメさんね。カメちゃん。うちが小学校の時テンパって名前は赤ですって言ったやつね。こっちはこたつがあります。え、これうちが大学の時に提出したやつ。ちなみに今日は家族とご飯に行った後に、カラオケに行って実家に帰ってきた。え、これおせち？そう。母親がプリキントンをだけのやつを買ってくれました。伊達巻き卵。我が家では集まると大体ホラー映画を見るんですけど、今からホラー映画を見たいと思います。この感じだ。ペレペンで、ほら。死ぬ、死ぬ、何してんの。何してんの。ペレペンで何でもやるんだよ。はい、おはようございます。皆さん、かわいい壁からね、このかわいい壁からお届けしちゃって申し訳ないんですけれども、1月1日の王子でございます。1月1日ですって言っていい画面ではないんですけどね。今現在時刻が、4時でございます。1月1日から綺麗なね、正月なんですけれども、まあ、テレビとか見ながら、お酒をちょっと飲んでたので、この今ちょっとね、若干むくんではいるんですけど、12時ぐらいに今日は初詣に行こうかな、なんてふうに思ってたんですけど、なんと、母親の、お友達、フィリピン人たちが集ってしまいましてですね、1月1日、フィリピンママはじめということで、聞こえるかな？ちょっと聞こえるかな？ちょっと音声だけでも一回ちょっとね、聞かせますんで、ちょっと待ってくださいね。おやどうも、お邪魔しました。おいらこぶんもおいらもなこぶんもあぶりまやりわいこしゃからびび。聞こえましたでしょうか？集っていたのが今帰ったようなので、私は下に降りようと思います。結構人見知りだったりするんですけど、毎回ね、集う時は上に避難します。人見知りなので。ジョニジョニ、私です。先ほどめちゃくちゃアラームっていうか、地震ですみたいなアラームで起きたんですけど、なんかどこのチャンネル見ても多分これやってるので大丈夫かな。めっちゃ揺れたんだね。わあ、怖い。めっちゃ揺れてる。いやだよね。思い出しちゃう。思い出すね。沖縄まで来てやらかしました。二人で二人で夜ご飯食べる前に。6時間寝て12時半です現在。酒も飲んでない。何しに来て。くそ、このホテルのさ、もうホテルのこのなんで入れ込む。あなた
込む。これ一回さ、なんか足で、どうにかしてさ、行けろってしてさ、ボイ腰痛めてさ。これ、せーねん。ショッピングをねしてたんですけど、滋賀名物草津のイオンと守山のピエリに来たんですけど、なんかもう新年早々ありがたいことにたくさんの方に声をかけていただきまして、本当に感謝です。私は皆さんがいるから活動できているということで、本当にありがとうございます。いいスタートダッシュになりました。あ、H&M さん案件待ってます。ただいまの時刻6時37分。今から、かずみんなで、団らんごはん。イェーイ。今日は何を食べるんですか？すき焼き。イェーイ。ありがとう。ありがとうって言ったな。ありがとう。めっちゃいいやつだ。実家帰ってきて、親孝行みたいな感じですき焼き、おごってあげてて、めっちゃいい、めっちゃいいやつ。ちなみに今日は、アディダスの靴と、ザラでデニムと、H&M でトップスを買いました。まあ、店はしません。おのおのが感じ取ってください。もしくは私のインスタグラムに上がるのを楽しみに待っててください。うわあ、みんな見てー、うまそう。うまっ。なんで最初オフやねんこれで。うますぎ共和国開設。総理大臣になっちゃおうとか。いただきます。無視する。好きです。ごちそうさまでした。くっちゃねくっちゃねくっちゃねオブザイヤー受賞。うわ、なんかこの角度やろ、押し倒された時みたい。おはようございます。朝食ビュッフェです。いただきます。エッグベネディクト。うん。富永愛の朝食8種類の飲み物だけなの。富永愛すげえな。第2週目沖縄料理。もちやばい。うわ、甘いてや、うまっ。めっちゃうまいよな。まあ、バイキングといったらカレーでしょ。この世の中でさ、バイキングでカレー取らへん人おる？全員取るやろ。めっちゃうまい。朝ごはん食べ終わったので寝ます。皆さんこんばんは。ただいまの時刻は12時半ということで、もう1月1日終わっているんですけれども、ちょっと動画の編集しないと寝たくない、寝れないということでしていくんですけど、本来ね、今日1月2日にアウトレット行く予定だったんですけど、アウトレット、うん、どこ向いてんの。ちょっとね、走るの体調が怖いぞっていうことで。多分明日の朝、無理して早く起きたら、多分体が限界を上げるんじゃないかって。明日の夜7時ぐらいから、親戚全員集まるっていう会があるのね。で、私、去年の年末年始、体調崩して、親戚誰一人会えてないのよ。いや、さすがにそれだけは行きたいやんか。とりあえず午前中のアウトレットは、ちょっとごめんなさいって。いや、明日は7時ぐらいまで、なんかゆっくり寝て、ゆっくり起きて、ゆっくり準備して、なんかその親戚の集まりに行こうかなと思っております。な、申し訳ないね。なんかアウトレットでウェーイとかやってる様子とか見せてあげられへんくって。ごめんな。やばい、素材が多すぎる。ちょっと今日はこの後髪の毛を乾かして編集してからぐっすり寝たいと思います。いろいろ頑張ってみようかな。なんかこのままやったら申し訳ないし。合わせ鏡、イエーイ。ほんま一緒もないねんけど、あと何ができる？あと何ができるかな？人間の匂いをするぞ。いらない。そんなにいらないの。先んだ。先んだ。線を出せ。線を出せ。
とかね。一人のホテルだからこんなこともできちゃってるんです。これ、実家でやってたらマジで頭おかしいと思われるから。いや、ホテルでも頭おかしいやろ。考えたらわかるやろ。ほか。言うてね。どうしよう。私のこんな尺絶対いらん。てれてってって。やめろということなどで、やめます。はい、準備が完了したので、家族でアウトレットに行っていきたいと思います。行ってきます。アウトレットに着きました。そしてディーゼルを買いました。イエイ。店員さんが仕切ってくれてたよね。うん、めっちゃファンでした。すごく優しい店員さんでした。しかもすごい安い値段で買えて、 30% オフから2点買ったら、そこからさらに10点だったから、めちゃめちゃ兄弟で安く買うことができました。1回1回ね。あ、いいよ。はい、これ明かりは結構残っちゃうから。明かりが残ってる。残ってる。本当に本当ですか。はい、じゃあどうぞ。頑張れ。頑張れ。あ、ダメだ。ダメだ。言い任せろ。言いますよ。何やねん。うわ、化粧水しようと思った。化粧水で携帯立てて思った。なんか街中で声かけてきた人がおって、で、え、何々さん知ってますかみたいな、で言われて、で、マジで知らんかったん。で、え、ほんまにわからんみたいな、マジでわからんってなってて、え、誰かなみたいな。で、え、でも、この前、なんか一緒に遊んだって言ってました。怖すぎる。言われて、で、自分の上司やと、それが。自分の上司が私と遊んだことあるっていうのを言ってたらしくて、今度会わしたるわみたいな感じでも言ってくれたらしい。言ってくれたって。で、え、マジで誰ってなって、写真見しまったやんか。ほんなら、マジで知らんの。その女の子も信じられへんみたいな顔してんねやんか。すごい地獄の時間。地獄の時間。めっちゃ申し訳ないけど、その上司は、これから出会うかも。これから出会うのかもみたいな。まさかの、そんな感じ。なんか、これからかもねみたいな。今はまだ出てない。ごめん。みたいな。未来型、未来型。未来型。ごめん。今は出てないけど、これから出会う可能性あるし、みたいな。未来型。ドライブ。これから出会うかもって言って、ちょっとその上司の顔を立てといた。まあ一応、一応。まあまあまあ。これから出会うかも。まあそういうこともあるよな。そうそう、そういうこともある。ないやろ。なさすぎるやろ。毎日毎日、ありがたいことに、ようそんなんで生きていけんな、みたいな DM を来るわけ。ありがたい。ありがたくない。ありがたくない。ありがたい。いや、そんな、よう毎日送ってくれるわ、と思って。ほんま、だって結構使うよ。使うよ。うん、1分ぐらい。うん。1分ぐらい使うよ。そんな、送ってくることにさ。うん。で、なんか、絶対コメントとかにも、キモいとか。なんかほんまにそんなんてあんねんな。あんねん。めっちゃありがたくない。ありがたいよな。でもなんかそういうのとか見てても、なんか内容的に、うん、え、お前ちょっと待ってくれよみたいな。いや、身内やん、確実みたいな内容とかもあるわけ。マジで。あんで、誰だ誰だってなるわけ。でもそんなんさ、なんか調べれば分かることやん、うん、別に、まあまあ、本気で、うん、本気で調べれば分かることやけど、うん、めっちゃ気になってくれてるんやろうなっていう、羨ましがってもくれてるんやろなみたいな内容やったからさ。引いてるやん。普通に引いてないけど。だってうちのうちにあの、相当超えてきて。いや、アンチコメントがさ、毎日毎日、みたいな。あー、娘、それどうねんな、身内かも。え？でも、すごい好きなんやろね。うん。うちらの友達の誰かの可能性もあんねん。うちやからして。おい！わかる。お前めんどくてそんなこと絶対せえの。こんなめんどくさい、めんどくさがりなやつがやるわけない。完成。かわいい。セクシーじゃん。イエーイ。やったやった。かわいくてテンション上がるんですけど。最高。夕日を見ながらワインでーす。うますぎ。ここが私のアナザースカイ。
スタイリングがめっちゃ可愛い。やった白が似合います。乾杯。はい、姫、乾杯。19時になりまして、親戚の皆さんと一緒にお好み焼き屋さんに来ました。私ってチーズめっちゃ嫌いやんか。なんでそれ嫌いかって言ったら、家族全員嫌いなんです。そやけど、あの鉄板の上にジャガチーズが来ました。果たして誰が食う問題です。ジャガチーズガッツリチーズ。ちょっとこれでもしかしたら克服する可能性もあるから、一回挑戦してみるな。いただきます。ちょっとわからん。ちょっとがっつりチーズが乗ってるとこ行ってみるな。焦げてるからいけんねん。絶対熱いやん。怖い。いけるかも。絶対いけるってやんか。タンも来た。いけまーす。うわ、うまっ。ホタテバター、うまっ。ホタテやばい。ホタテバうまっ。焼きそば、うん、塩焼きそばやからニンニクすごい。チューできひん。3枚目、4杯目。ごちそうさまでした。今日は福島の神社に家族で行って、今からちょっと初詣に行こうと思ってます。なんか年始早々私のアホ毛がやばいみたいなので、妹に直してもらいます。3日だけど結構人いるね。言うてすげー並んでる。ほらこれ毎年のことなので、頑張って並んでいきたいと思います。人気の第一声予想して、私はトイレ分からなかった。20分ほど並んでここまでやっとたどり着きました。冷た。そうそうそう、違うよ。2礼2拍手1礼だから、2回礼して拍手2回してお願いして、もう1回1礼おみくじを引いてきたので、ちょっと開けていきたいと思います。ちなみに去年は大吉でした。だけど2023年は、苦しいことがたくさんあったので、大吉だと逆に怖いって思ってる節があります。今開かなくねってか、ちょっと今年何かな。末吉。私は読めません。あ、吉だって。大吉です。フィリピンママで呼んであげてください。願い事を言う。遅いが思い通りになる。吉。商売物の値段がポワンテです。調理が必要って書いてある。いけるよ、ここにする。破れないけど下手くそよな。これってどうなの。この場合どうなの。誰か正解教えて。新年早々引きつ待って。はい、できました。あの場合どうなんの本当に。はい、友達と一緒にカフェに入ってきました。この子は久々に会った友達です。え、うちのイメージってさ、どういうイメージ。ん、一番長いじゃん、友達として、うん、歴が、うん、親友ちゃんなんですけども。変わってない。変わってない、うん、いいいい、変わってない。She the crazy one going ape shit down. ちょっとやばいやつじゃん。ちゃんと太ってないみたいじゃん。おはようございます。1月3日の朝です。朝って言っても、朝ごはんをもう食べてもう一回寝てまして、今はもう昼です。
いきなりめちゃくちゃ台風になったので海に行けず、サンタアンダギーを食べてます。も贅沢するためにスパに来ました。スパでいっぱい癒されて日頃の疲れを取りたいと思います。皆さん、ただいまの時刻5時44分です。怖い、本当に怖い。みんなでね、ご飯を食べ終わった後、おばあちゃん家に集まって4時ぐらいまでかな、喋りまして、みんなでで帰ってきて、お風呂入ってスキンケアしてとかいろいろやった時間がただいま5時44分でございます。でもですね、明日三が日最終日ってことなんですけれども、予定がないぞっていう、予定がない、予定がないです。暇人なんです。みんなはさ、地元帰ってきたらさ、中学校の同級生と遊ぶんだ、高校の同級生と遊ぶ、ないです。私ね、本当にね、気軽に誘える友達、地元の友達が本当にいなくて、だからさ、もし地元の友達がこの動画見てたら、なんか誘ってほしい。ここで募集とかしんといてほしいねんけど、こっちからはさすがにできひんやん。え、こいつ関わりないのになんなん、急に連絡してきてきしょとか思われるのもなんか嫌やん。やから私、ほんまに地元帰ってきたら家族と兄弟としか過ごしてないねんな。やからマジで撮ることがない三が日。なんかすっぴんやけど、なんか可愛い防具チャンネル。黙れと思った人はチャンネル登録お願いします。はい、ということで私とお母さんだけで、2軒目って言っていいのかな、の神社に来ました。今エマを買ってきたので、早速これにちょっと願い事を書いていきたいと思います。書き終わったんですけど、こちら読めますか、願いを込めて書きましたので、これを飾っていきたいと思います。これ撫で牛って言って、撫でるといいらしいので、ちょっと撫でたいと思います。よくお酒を飲むので肝臓をめちゃくちゃ撫でときました。マッサージやん最後。ただいまの時刻は5時47分です。ちょっとね、今日何も予定がなくて、兄弟とも親とも連絡取ってないっていう、なんかいきなり、え、滋賀で孤独なんですけどってなって、でもなんかさすがにさ、どっか歩いてるシーンとかあった方がよくねって。食べたかで動いてるの死ぬ。え、ピンポケすぎやん、あんた、私ずっとここにいるよ。ベイビーボーイなんやけど、できれば夜ご飯を食べたいねんけど、いかんせ一人で行動できひんからさ、マジで何食べようって感じ。みんな何食べてほしい？なんか一人行動できひんやつがさ、一人でご飯屋さん入ってみるっていうのもなんか特別感あっておもろいよな。それとか、私が前働いてた居酒屋に一人でカウンターで入ってみるとか。え、無理なんやけど、一番恥ずかしい、こいつ友達おらんとか思われるやん。とりあえず今私これ意味もなく歩いてます。マジでみんなさ、年末の過ごし方とかさ、メンバーの見たんやけどさ、マジでなんかジェシカって充実してるよな。ほんで恋人おるやろ、なんかそれと私の年末見比べられて、いや、セシルちゃん飲んでるだけじゃないですか、こいつ舐めた人生送りすぎでしょとかなんか思われてたらマジで最悪。やっぱ大内のも見たけどさ、妹とのジェネレーションギャップみたいなのこと言ってたやんか。ナメプとシャバエが出てきたんやけどさ、なんか大内のおばちゃん化が止まらんなって。頭おかしいやつなのよこの三が日。歩道歩きながらカメラ持って、誰が得すんの、知らん人逆なんとかしてみる、ナンパして一緒にご飯行きませんかとか言ってみる。できひんくせにそういう提案してくんな。いっぱい歩いてショッピングモールに来ました。ショッピングモールの中にあるご飯屋さんに入るのが私の目標。やっぱ2024年は一人で行動することも増えてくると思うから、一人行動ができる年にしたいので、一人でご飯屋さんに入るのが今日の目標です。みんな応援して頑張ってって。どうしよう、すいません、一人なんですけど、行けますか？あ、行けます。
あ、お願いします。私今日めっちゃ焼肉食べたくてさ、ストーリーにも出して、でやっぱこういうのって慣れやんな。一人で慣れたら多分いろんなとこ行けるようになるから、趣味の幅も広がったりするやん。すいません、置かせてもらいます。すいません、ひろつけだれです。あ、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしい。こちらもこちらでお願いします。はい、ありがとうございます。恥ずかしい、いきなりバレてました。ということで皆さん、お疲れ様、レボリューション乾杯。私の好きな札幌プロラベル。お肉焼けました。いただきます。食べてるとなんか酔っ払ってくるな。喋る相手おらんと黙々食べて飲んでると。今は絶賛年末の過ごし方の YouTube の編集中です。年末の YouTube の編集が終わったら、この今みんなが見てくれてる YouTube の編集をして、で TikTok の編集をして、でその後明日もう朝6時起きで羽田に向かって、東京で日本リハがあるので、それの練習をと振りを考えるのを今からやります。オフどこ？オフって何？なあ、結局こうやんな。でもオフなくていいねん、別に。オフなんてない方がいいんやから。毎日仕事して、好きなことして、オフなんていらん。みんなもう一緒に一緒にぶち上がっていければなと思ってますので、ぜひぜひこれからもゼロプリの YouTube、 そしてジェシカをよろしくお願いします。ご飯足りなくておかわりしました。ラスト。鶴ピカピ。メイナ、ご飯粒残したら目ちっちゃくなるらしいで気をつけや。うちのおばあちゃんのマミーが言うてた。こうやってやるときは口を押さえや。怒られるわ。ごちそうさまでした。頑張ってね、一人行動もしましたし、めちゃめちゃ食いましたし、で最後ね、店員さんとのお写真も撮りましたし、もう終わります、この動画は。皆さん素晴らしい2024年を過ごしてください。私はもうホテルに帰ります。2024年ゼロプリセシルをよろしくお願いします。またねー。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。